山寺です。今日はですね、京橋に来てるんですけど、ここ岡野さんね、立ち飲みですよ。角打ちね。今から岡野さんで飲み食べしてみたいと思います。4時オープン。今ですね、京橋の岡野さんに来ました。こちらね、撮影許可いただきましたよ。今はね、ここの撮影したかったんですけど、ね、なかなかね、ちょっとこう一歩踏み込めずに飲むだけで帰ってましたけども、今日は許可いただけましたんで、今からね、飲みたいと思います。で、あてもね、安いんですよ。なんか160円メニューが充実しているのと、あとね、ほとんど手作り のものが容器あって、いろいろ食べて飲みたいと思います。なんかすごいいいですよ、角打ち最高。こういう角打ちがね、やっぱりね、ずっと続いててほしいなと思いますね、うん、まずは、大瓶から、大瓶のビールから始めますね。いただきます。はい、どうぞ。若いイケメン、あー、うまい。はい、こちらですね、濃いもの炊いたやつ、うまそうやな、これ。いただきます。あ、うん、ね、ネットしたネットした、あ、うまい。このね、もうほんまに小芋がね、ホクホクなんですよ。お酢味で、ホイモのねっとりしたね、小芋自身の素材の味が生きてます。めちゃくちゃうまい。あれへんやん、うまい。もういつまんのだか分からへんもん。ぴょよよん、うまい。こちらですね、モロキューです。これ160円ですよ、安い。この量で160円でモロキュー、ちょっといただきます。もうこういうあてがいいです。モロキューです。その頃からあれやで、めちゃめちゃ美味しい。あのもろみ味噌が美味しい。しのみやちゃんがこういうのあったら、うん、ビールに合いますね、こんなもん。も日本酒でも合いますけどね。自分も今日した。ほんまにいいお店ですわ。飲んだらあかんて、フレンドリーでね、あるってあいあいとしてて、皆さんこのすごいお店、うん、小麦粉です。注文したらね、おでんのつゆでちょっとね、煮込んでいただいて、これね、この前日崎酒店さんもこういうのありましたね。いただきます。覚えてるな。この角打ちっていうと、なんかおでんの出汁がすごい美味しいんですよね。なんでやろ、どこ行ってもね、あの角打ちのおでん出汁美味しいの。多分ね、角打ちだけに日本酒がよく入っちゃうかなと思うんだけど、まあ、勝手な想像ですけどね。あの昔ね、あの九条の駅前にね、九条の駅前に角打ちがあったんですよ。そこのママさんね、一升瓶こう振り回してね、おでんの中にドボドボドボって入れるんですよ、お酒、日本酒ですよ。それ見てるから、なんかね、角打ちのおでんっていうのは日本酒を容器入れてるというイメージがあるんですけどね、まあ、これ勝手な想像なんですけどね、分かりませんけども、とりあえずこの春菊は美味しいということで、うん、こちら、サバの霊君です。こちらはね、250円です。これがね、かなり美味しいんですよ。このサバの霊君やばいですよ。サバの霊君です。このサバの霊君とこの水合うんですよ。これ水ソーダ、これほんまに美味しいわ。これサバの霊君ほんまに美味しい。あれが抗体が効いてるから、うん、で、これね、ほんまに口の中に入れた時にね、なんとも言えんこの燻製の香りと、生ハム的なものと、あとこの油がよう乗ったこの油の甘み、サバの油の甘みと、皮のちょっとね、炙ったところの
美味しさがもう全部ミックスされてるんですよ。これはね絶対食べてほしいです。もう日本酒と合います。日本酒これほんまにうまいよ。マジでこれはほんまに美味しい。またね絶妙なあのスライスの加減、これ多分ね思います。あんまりねこのスライスの状態によっても味が違うと思う。これぐらいがちょうどいい。マジでうまい。こちら梅干し、これはねあの和歌山から取り寄せる南高梅らしいですわ。ちょうどだけ食べます。一瞬スーパーそうですよ。いただきます。あこれ昔ながらの塩の効いた酸っぱい梅やわ。めっちゃ美味しい。これぞほんまの梅。この頃ほらちょっと甘い梅とかありません、ね、それはそれでいいんやけど、甘い梅よりかはやっぱりこれ昔からあるこの辛酸っぱいね、辛じょっぱいっていうの、これが一番いいですわ。梅はお酒と飲むときはね、お酒のあてにするねんやっぱね、甘ったるい梅よりかしょっぱいやつがいいっすわ。これまた合う。最高っす。言うことないです。他にはねゆで卵ね、酒屋さんで、ね、角打ちさんで食べるね、これゆで卵いいじゃないですかね。あんまりねゆで卵ね山寺意外と食べるようで、まあ、好きなんですけど食べてないね。でこれちょっと、ね、この剥くシーンはいらないと思いますけどね。剥き方下手やなって言われるかもしれないしね。そうやけどね、こうゆで卵の薄皮も綺麗に剥けたら嬉しいんですよ。なんかしょうもない単純なことやけど意外と嬉しい。これを塩に塩かけて食べるんですけど、ゆで卵って意外とね酒なってなるんですよこれ、うんね、これちょっと塩をかけて食べますけど中身はどうなんやろ。ちょっといただきます。卵をねこれパカッと割りましょうか。一遍どうなってるのか、絶妙。これいい加減やわ。ゆで加減がすごいいいです。カチカチじゃないとこがいい。少しね軽く柔らかい半熟加減とか残ってんの。これあこれ美味しい。もう間違いのないゆで加減ね。うまっ。うん。ああ。よいしょ。立ち飲み岡野さん、ここは良かったですわ。めちゃくちゃねあの岡野さんのねお店の方もすごく楽しい方でね、最高の格打ちでした。ほんであとレイ君、サバのレイ君がもううますぎてやばかったです。ということです。いつも山寺の YouTube を見ていただいている視聴者の方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。では